どうもしゅんです。こんにちは。ホリプロアナウンス室に所属しておりますフリーアナウンサーの道尾智子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、アナウンサーの職業研究みたいな形をテーマに、もともと新潟テレビという地方局の局アナで、そこからフリーになったという経歴の方なんですけども、で今回1日のスケジュールを事前に道岡さんにお聞きしました。局アナ時代とフリーアナウンサー時代、それぞれに分けてお聞きしたいなっていうふうに思っています。はい、ではお願いします。はい、どう見えるかな、どうでしょう。局の1日のスケジュールです。めっちゃざっくりごめん、ロケしかないじゃないですか。あ、でも、はい、朝から言うと朝5時出社なんですか？いや、毎日違うんですけれども、はい、私その新潟の局アナの時にブラタモリみたいな街歩きの番組をずっと担当していて、はい、まあロケが多かったので、うん、ロケのある日は結構早く出社してそっから移動してました。ロケ一日中してっていう形なんですけど、はい、ロケってどういったことをされるんですか？もう本当に街の商店街に行って、はい、気になるパン屋さんとか行くと本当にアポなしで、体当たりの体当たりで取材させてくださいって言って、はい、パンを食べたりとかレポートしたりとか山登りしたりとか。主な、うん、その局アナ時代の業務としてはこういったロケ以外にどういったことをされてたんですか？テレビに出るだけじゃなくって、うん、記者さんがするようなで現場に行って、はい、取材して、うん、原稿を書いてニュース原稿を書いたりだとか、はい、あとは本当事務作業とか、まあ、局のブログを書いたりですとか、はい、あとは本当に皆さんにコーヒーを入れたりとか、はい、そうなんですよ。じゃあもうバックオフィス側というか出役だけじゃなくて、はい、主にこういったロケが一日中あるのが割とスタンダードだったり、割と多かったですね、はい。まあ、地方局ってどこもそうだと思うんですが、はい、すごく最小人数で、やってるので、はい、まあ、若手がそのたくさんいるわけじゃないので、うん、やっぱりまあ若い人はこうガンガン外に出てっていう感じでした。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、役割的にはレポートであったりとか、はい、旅サラダとか、はいはい、をやってたやってましたね。このスケジュールで言うと、まあ、12時に寝て5時に起きてっていう睡眠時間短いと思うんですけど、はい、かなり忙しいんですか、局アナの方って？私はかなり忙しかったですね。うん、どれぐらい忙しいんですか？できるだけ本音ですね。本音でも一番忙しい時は出張続きで1週間お家に帰れなかったりとかはありました。ね、1週間ぶりに家に帰ってきて、はぁっていう感じの。その中で特に大変なこととかってありますか？局アナの大変なところを自分でこう、例えばニュースがやりたいって入ってに、ニュースにつけるかわからないですし、うん、その上の方が言ってくださることをこう黙々とやるっていう感じで、うん、あんまりこう仕事が選べるわけではないかもしれないです。それでなんかやりたくないとか言ったりしました？どんなエピソードを引き出そうとしてるの？そう、私は、まあ、入社の時はすごいこう生意気だったんで、はい、まあ、ちょっとロケ行きたくないって言ってこう泣いたりとかしてたらしいんですよ、はい、そう、今は言わないですけど、はい、やりたくなくてもやらなきゃいけないっていうのが大変なところというか、自分でこう好きなジャンルとかを選べるわけではないので、全部の業務をとにかくやらないといけないっていうのはあると思います。ロケってめちゃめちゃ大変だと思うんですよ、うん、僕もその YouTube でたまにそうとか行くんですけど、はい、部屋で撮る5倍ぐらい疲れるんですよね。だからほぼ毎日ロケとかがあったら、うん、とんでもなく大変だなとか思うんですけど、慣れるもんなんですかね？いや、大変ですね。はい、大変なんですね。大変ですし、本当にアポなしで行ってたので結構取材断られることもあったんですよ。そうするともう一回撮り直しとかあと、まあ、山登りしたりとか海に行ったりだとか、本当に私は知らないで行ってるので、はい、何をするのかわからない。メンタルというか、はい、体当たり精神みたいなのはアナウンサーにおいて大事な要素なのかもしれない、ね、そうですね、うん、続いてなんですけど、こちらフリーアナウンサー時代の、スケジュールをお願いします。まあ、今ですね、はい、今ちょっと寝すぎですね。睡眠が局アナ時代より長くなってるんですが、はいはい、まあ、これある 1日で、まあ、いろんな日があるんですけど、うんうん、朝起きて経済の番組をやっていたので、うんうん、株価を調べたりで
ですとか、その日インタビューする社長さんの会社をどんな会社かっていうふうに午前中調べたりして、うんうん、で局に移動して、うん、ラジオ収録インタビューして、うんうん、でまた移動して午後からは司会とか、うんうん、あの講演会とか、まあ、お医者さんとかいろんな方の司会をやったりしてました。9時ぐらいに帰ってきて、で、あとは自由に YouTube 見てるって。じゃあ結構寝る時間は増えたっていう感じですかね。まあ日によりますけど、はい、自由度は高くなったかな、うんうん、はい、一番の局アナ時代からフリーに転向して変わった点とかって教えていただいてもいいですか。すごく偉そうな言い方をすると、自分のしたい仕事をこう選んで、うん、そこを伸ばせるようになったっていう感じですね。局、うんうん、アナ時代はアナウンサー同士の交流とかもあると思うんですけど、はい、フリーアナウンサーって、うん、例えばホリプロ所属の70人って交流進行はあるんですか、うん、新年会があったりだとか、あ、なんかよくあるドラマとかのギスギス感みたいなのはないですか。あ、なんかそれをよく期待されるんですけど全くないことはないかもしれないんですけど、うん、ギスギスあるとしたら局の方があるかもしれないです。あ、なんでですかね、それは、うん、毎日同じところに行くから単純接触回数であったりとか、うん、私はないですけど、はい、私はもういい先輩ばっかりだったけれども、まあ、友達によっては給湯室に呼び出されて胸ぐらつかまれたことも聞いたことありますあ、そうなんですね。女子アナの先輩にちょっとこう、うんってやったあ、聞いたことあります。そういう点では何ですかね、フリーアナウンサーっていうのは、うん、若干その要素とかは人間関係っていう点では、そうですね、うん、楽かもしれない。曲アナの時はこうあんまり言われなかったんですけれども、まあ、特技を磨きなさいとかは言われますね。だから例えば、まあ、鉄道にすごく詳しいとか、歴史にすごく詳しいとか、はい、まあ、ダンスがすごくできるとか、何かやっぱりちょっとこう特技とか、はい、特色があった方がいいよっていうのをすごく言われるので、その自己プロデュースが苦手な人は結構きついかもしれない。美調査さんでいう経済とか、うん、経済とか株価とか、まあ、株価も好きですし、まあ、好きですし、インタビューとか、はい、まああのまあ、伝統芸能好きですとかは結構珍しいので、はい、なんかもう芸能人というかタレントみたいな位置づけと似ている要素あるのかもしれないですね。本人たちはタレントと思ってないと思いますけどね、うん、そういう点ではセルフプロデュース力みたいなのが勝手に上がっていきますね。だからそれができない人は結構しんどいってなるかもしれないですね、はい、それが楽しいことでもあり大変なことでもあるっていうことで、道岡さんがどういう学生時代になんかアナウンサーになるためにやったこととかがあれば教えていただきたいです。もう偉そうには本当言えないんですけど、やっていたのは、まあ早い子だと大学1年生の頃からアナウンススクールに通ってレッスンを受けます。大学入学する前からアナウンサーになろうって決めてるんですね。結構もう小学校の頃からとかいう子も多いですし、私の受けていた頃は大学3年生の夏頃に各局のテレビ局のセミナーがあって、それに参加して、でその後に東京のまあキー局って呼ばれるすごい大きい局のアナウンサーの採用試験があって、はい、その後に大阪の局、はい、でその後に名古屋の局、うんうん、でその後にこう、まあ、北海道から沖縄まで、まあ、全国の、まあ、欠員が出た地方局が順次募集を出すっていうイメージでした。なんかアナウンサースクールに行かないとアナウンサーになれないみたいなイメージあるんですけど、うん、実際アナウンサーになってる人ってやっぱスクール通ってる方が多いんですか。95% ぐらいはそうかもしれない。あ、じゃあもう特殊っちゃ特殊なんですね。でもまあすごい子がいて、はい、たまにたまたま受かった、あ、たまたま受けたら受かっちゃったみたいなすごいポテンシャルの子もいるから、はい、けど基本的にはみんなスクールに通って対策をしてっていう形なんですね。私アナウンススクール入ったのが大学3年生の夏で、もう始まってて試験が、そうですね、で本当に一番遅くて、はい、大丈夫かみたいな感じだったんだけど、まあ遅かったんで、まあ、自分で滑舌練習したりだとか、まあ、お家でやったりだとか、はい、あとは、まあ、大学の先輩でもいいですし、うん、自分のまあつてでもいいので現役のアナウンサーの方を紹介してもらって実際に会ったりだとか、うん、あと内定者の子にこうちょっと捕まえてきて、はい、話聞かせてって言ってその子をこう真似したりしてました。結構普通の企業の就職活動と割と似た一緒です感じなんですね。はい、それで受かるってすごいですね。その3年の夏から始めて
滑舌ってそんな良くなるもんなんですね。すぐ遅かったです。大学3年の今の時期ぐらいからアナウンサーになろうと思ってなれるっていうことを勇気づけられるなんていうふうに思います。そう、テレビ局なんでテレビを見た方がいいと思います。テレビってまあ最近ねインターネットの方が好きっていう方もいるかもしれないんですけれども、私もやっぱりテレビがすごい好きだったので、はい、とにかくテレビで育ってるのでテレビを見てその曲を研究したりだったりとか、うん、アナウンサーの場合ってもうリモコンでこうテレビつけたらそこにお手本がもう映ってるんで、映ってるアナウンサーのこう服装とか髪型とか喋り方とかをこうちょっと真似してみたりだとか、すごく家にいながらも企業研究できる、はい、新潟テレビだと関西に住んでたら見れないと思うんですけど、はい、そういう地方局の対策ってどうやってやってるんですか？私もすごくそれで悩んでいて、うん、だから試験で初めて新潟に行ったんですよ、その時。あ、結構ぶっつけ本番みたいなところもあったんですね。ぶっつけ本番で、本当に熱心な子は試験の前の日からホテルを取って、うんうん、その夜に曲を見るとか。そうなんですね。もう2日前ぐらいから入って地元を巡ったりだとか、本当に熱心な子を駅前でインタビューしたりとか、勝手に。で、私も前の日に入ってその日の夜に新潟テレビ21を見て、はい、あ、こういう曲なんだ、まあ、そこに住んでる友達がいたらビデオ送ってもらったりとか、うんうん、今は YouTube で結構見えますもんね、うん、あの短い動画だったらあるので、はい、できるだけネットで情報を得て、今だったらできやりやすいかもしれないね。今だったらすごいいいと思います。結構アナウンサーって難しいんでしょとか、はい、こう狭き門ですかって聞かれるんですけれども、うん、諦めずに長く粘っている人はなれると思うので、はい、諦めないでずっとやり続けたらなれるんじゃないかな、はい、でもしなんかこう悩んでたら連絡くださればできるだけ、はい、対応させていただきたいと。ありがとうございます、はい、ということで下の概要欄に道岡さんの SNS を貼っておくのでよかったら、はい、迷惑にならない程度で連絡していただけたらなっていうふうに思います。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。